これから八戸に行きます。行きます。今ののさんは3月にチェアマンに就任してから、はい、46クラブを訪問したそうなんと聞いてます。で今日が47。 OK。到着しました。八戸三沢ですね。到着しました。三沢20度。タクシーで行きますか。行こうよ、はい。お昼どうします。食べようよ。何がいいですか。何でもいいですか。何でもいい。寒い。いやでもこのぐらいいいっすね。やっぱ。気温？はい、気温はこのぐらいだと。いい？はい、いいっすよ。だって涼しいじゃないですか。暑い方が好き。暑いのが好きだもん。マジっすか。いやもう着いた、もう着きました。はい、バラ焼き赤のれんなんか良さげだったんで、はい、行ってみましょう。はい、バラ焼き発祥の地みたいですよ、赤のれんさん。それを食べるのかな。はい、バラ焼きっていうのは何かちょっと毎日わかんないですけどね。バラ焼いたやつ、豚バラ。すげえなこれ。すごいですね。すげえじゃん。あった。はい。うまいねこれが。ちょっと早いかな。すげえ。うん。美味しいですか。どうですか。うん、まい。これはね。いい。毎日これ。どうですか。最高です。スタグルたくさんスタグル、はい、いっぱいありますね。ますね。でもさ、はい、さっき食ったばっかりなかった。そうですね、確かに。あ、こんにちは。はい、30、はい、大丈夫。こんな、こんな部屋まで。そんな。こんにちは。こんな。こんにちは。じゃあ、これはなんか申し訳ないですけど。これ何？あ、うわこれ。あれ、うちの今日出す出店してるグルメの多分野々村さんが好きであろうものをちょっと勝手にセレクトして。最高じゃないですか、はい、ガキ、はい、よかったなこれ。最高ですね。お土産もあるんで。おマジっすか。ありがとうございます。本当にすいません。え、なんかすごいっすよ、いろいろと。で、マドショップの唐揚げ。はい、唐揚げですね。唐揚げはちょっと嫌いな人なんだよね。はい、で、あとこれが大沢商店っていうのジャークチキンと。ジャークチキン、はい、ジビール、クラフトビール、お土産、日本酒と、あとこれスタミナ限定っていうローカルフードというか焼き肉になります。うち農業の事業やっててニンニクの収穫をやってまして、でその中に実はうちの選手が取ったニンニクを通常のタレの使うニンニクの倍入れてて、そのタレみたいな感じ。そうですね、そうですね。あ、それよりも多分こっちの方がニンニクが効いてる、はい、こんにちは。おはようございます。こんな上からやるんですか。お願いします。お願いします。よいしょ。お願いします。大丈夫ですよ、もう何でも何でも聞いてください。それでは、Jリーグ野々村チェアマンの会見を始めさせていただきます。今日はなんと、八戸に Jリーグチェアマン野々村チェアマンが、来ておりますので、はい、もう、締めてもらいます。やりますか。見ますよ。特別なメロンだからね。いきますよ、ちょっと見せますよ。はい、頑張
お姉さん、お姉さん、お姉さん今しゃがんだお姉さん、はい、何番ですか？あの、すいません、本当結構頑張りました。今日はあのバンラルも頑張ってくれると思いますので皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございました。よし食べるぞ。うん、美味しいんですよ、これ。だしがすごい。食べる瞬間一つください。食わないで。仕事しろよ。はい。じゃあ口金も美味しいんですよ。八戸のスタックのレベル高いっすね、やっぱり。17店舗。携帯の充電器忘れただけで7000ぐらい使ってた。しかも2個買ってましたからね。全部で3個買ったからね。いいサッカーするしますね。でもまず取り切れないから、前半ゼロで終わったらでも全然チャンスある。また食うの？また食うんすか？こっちが言いたいっすよ。でなんかこのおしっこがうまそうなんだよ、このおしっこ。こんなのさ、サッカー場来て。確かにこのセットはいいですね。いただきます。いや、腹いっぱいなんだよ。言って食べてるじゃないですか。遠藤から長いボール、米沢、ロメルフランク、左足入った、先制。72分、ようやく得点が生まれました。守りきれるかな。完勝だね。0-0、5バックで逃げ切り。こういう見どころの積み重ねですよ。コロナのシーズンしかほぼほぼ経験しないんで、2019年1年だけ普通にやって、あとずっとコロナのシーズンしかやってなかったんで、ただ苦戦しますよ、普通に。その集客とかってこと？集客ですね。あ、いいです。すみません、じゃあ。ありがとうございます。
ありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。Jリーグのことやってるよって野々村さんと森保監督には。野々村茶番が来てるぞ。じゃあ食べてください。いただきます。はい。ちょっと分かりやすく伝えてください。どんな感じ？うまい。